はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。はい、今回はしめはりつるのつるカップでございます。はい、しめはりつるのですねカップ酒があったんですということでね、つるカップ、これが値段が300円、350円ぐらいだったかな。もう割と高めの、うん、ね、になってます。夜 180ml、原材料名、米過去国産。ここは違うんだよね、やっぱな。新潟県産って書いてないんですよね。白鳥蔵と違ってね。米麹過去国産米。醸造アルコールと。アルコール度数15度。うん。ね。ね、俺の大好きなしめはりつるのカップ酒。宮尾酒造株式会社。新潟県の村上市。上の方です。ね。もう特に何も書いてない。説明はいらないというね。ぐらいの、この、あれですけど。これは具体的に言うと、ツルカップっていうのはこれは、何なんですかね、中身はね。多分花だと思う。一番ランクの下の。しめはりつるの。結局ね、以前、しめはりつるの、どっか店行こうとしてね、違う、なんだっけな、今売ってる、今限定のやつ。がね、売ってなかったというかね、売ってなかったんですよね。早い話が。というよりも、俺が行った店では、しめはりつるを定価で売ってるとこがなかったんです。で、もう一個行った店がですね、残念ながら、日曜日が、に行ったんですけど、残念ながらちょっと、休みだったって。うん。しめはりつる、つるカップ。つるカップ。あ、すげえ、しめはりつるの花の 300ml とか売ってんだ。一番安い酒の 300ml。へぇー。180ml も売ってる。しめはりつるの花の 180ml が売ってる。地元人気ナンバーワンだって。値段217円だって。安っ。うひや、これ。すげえな。あ、花の 180ml、ツルカップだって。あ、じゃあ花なんだ。花らしいです。217円。これ定価が217円らしいですね。これのね、カップが形違う、なんかもうちょっとこう、カップ酒じゃなくて、こう、プイーンっていうタイプのやつが売ってるっぽいですね。マジか。これも人気ナンバーワンらしいです。柔らかな香りとスッキリした味わいの酒です。値段も手頃で、美味しい。秋が来ないので晩酌に持ってこいです。いいね。日本酒度プラス4でございます。てか、花だからもう飲んだことあるんだけどね。プラス4。でも、だって、しめはりつるの花が 720ml で、定価730円ですからね。安い。もう、はっきり言うと、安い。だから、花が3種類あるんですね。違う。1、2、1.8 リットルと 720ml と 300ml と 180ml と 180ml のこれ。だから5個もあんだよ。花。すげえな。やっぱ地元で人気ナンバーワンっぽいですね。今度、もう定価で買いに行くために、あれ、村上まで車で1時間ぐらいかかるか。わかんないけど。どうやら村上の方に、そこら辺の店のオーナーにっていうか、店長に聞いたところによると、どうやら、やはり、ね、村上の酒だからこそ、村上の方面には、定価で売ってるらしいです。
と、なんかぐだぐだ長くなりましたけど、ちょっと、まあいいや、いただきましょう。ね。うん。ね。だってさ、シメハリツルですけども、日本酒とプラス4でございますけど。ね。じゃあ乾杯。このうまさですよ。これ5つ星にしてもいいぐらいだな。これ5つ星にしようかな、今度。この特徴的な味わいですよ。久保田と違って、もう明らかなもう特徴的なこの上がり下がりがもう上下左右に動くんですよ。これ味が。口に入れた瞬間にいきなりボカンと広がり。ボカンと香りがボカンと爆発し、そっから収束し、で、まだこう残ってんです。なんか、香りの一部分がこうずっと残ってんですよ。ボカン、プーみたいな。心電図で死んだみたいな感じ。いわゆる電気ショックですよ。電気ショックでボカーンといきなり行った。ボカーンと広がり、プーみたいな。プー、そこで生き返らないプーみたいな。これすげえな、やっぱり。締め張りつる。これちょっと5つ星だわ。これうますぎるわ。この、どう考えても、今までの味わったことのないこの味、甘さ、香り。マジ、久保田マジ舐めてんじゃねえぞ。お前何がプレミアだよ、ボケ。まあ、締め張りもプレミアですけど、ね。どう考えてもおかしい。どう考えてもおかしい。どう考えてもおかしいな、これな。ん？締め張り鶴のご購入に関しましては、お問い合わせいただければ、お客様のお近くの締め張り鶴特取扱店をご紹介させていただきますって、マジで？マジで今から電話しようかな。ちょっと今から電話しまーす。はい、今から電話しまーす。今、夜の20時37分。はい。もう構いません。電話します。宮尾酒造株式会社。はい、電話番号さらしまーす。0254の、ちょっと待って。0254の52の5181。はい、スピーカーで聞かせます。宮尾酒造でございます。お電話ありがとうございます。本日は業務を終了いたしました。ご用件を録音しますので、発信音の後にお話しください。宮尾酒造の、締め張り鶴の、取扱店をちょっと、知りたいんですよね。僕の近くのお店の、取扱店をちょっと教えてほしいなと思いまして、ちょっと電話させていただきました。もしよろしければ、時間の空いた時に、また、ご連絡させていただきますので、取扱店ですね。
非常に美味しい、お酒ですので、ぜひ、教えてもらいたいと思います。はい。はい、録音しました。はい。はい。ね。もう、酒の酔ったノリで、もう、ね、なんでカメラ撮った？ね、はい。はい。ね。ね、ということで、多分、録音されましたので、多分、ね、返答が来るのか、返電が来るのか、わかりませんけど。なんかすっげえネバーまとめですっげえこの締め張り鶴の今夜の晩酌の日本酒は締め張り鶴花に決まりみたいなまとめがめっちゃサイトがあるんだけど、これネバーっていうのナバーまとめみたいな、よくあるでしょ、知ってる、これ結構有名ですよね。この多分ネバーって読むんだと思うけど、ネバーって読むんだよな。締め張り鶴の花、あまり出回らない希少なお酒となっております。販売店があまり多くなく、お店ではなかなか手に入らない希少なお酒ですと。実際に新潟県の酒屋さんでも売り切れで買えなかったこともありました。っていうかね、新潟県に住んでる僕から言わせると、普通にスーパーにはね、実は売ってはいるんですよ。普通には売ってないんですけど、たまーにそのレアなそのスーパーには売ってはいるんですが、値段が高いです。だいたいプレミア価格です。値段がね、まあ、1.5 倍ぐらいしますね。うん、定価の。締め張り鶴の中でも人気なのが花です。ちなみに花、これ今はこれ飲んでるんですけど、これ一番、花っていうのは一番安い、一番、締め張り鶴の中で一番安い酒です。上品な香りとさっぱりとしたキレのいい味は、料理の邪魔もしませんし、お酒だけでも楽しめる飽きのこない一品ですと。うん。価格も手頃で4合で850円前後。うん、俺が売ってた店、スーパーだと、1300円はします。まあ、それでも安いぐらいなんですけどね。この、720ml で、まあ、定価さっき言った720円ぐらいですけど、それの多分 1.5 倍ぐらいの値段で売ってると。うん。ね。ということでございますと。ここでいろいろ、ありますけどね。いや、美味しいな、やっぱな。何が美味しいんだろうな、これな。まあ、とりあえず扱んでいただこうか。もうね、何が美味しいかっていうかね、もうわからないね。少なくとも普通の日本酒ってか、そこら辺のほら、カップ酒。コンビニで売ってるカップ酒あるでしょ。あれと明らかに違うっていうのはもう一目瞭然です。飲んでもう、あ、もう全然違うわってなるのは 100% バカ舌でもわかります。はっきり言うと俺でもわかります。うん、どう考えても違う。香りが全然違う。うん。
日本酒度がプラス4。でね、どう見てもね、あの、日本酒のね、米のね、あの、くどさが全くないんですよ。うん。全然ないんですよ。くどくないんですよ。もうね、くどさがないんですよ。もう。俺、日本酒嫌いだったんですよ。うん。あれはね、あれは、もう、はっきり言うと、いわゆる、コンビニのカップ酒を、飲んだことによるものです。ほぼ間違いない。間違いない。うん。うん。で、シメハリツルの、雪とちょっとね、飲み比べましょうか。ね。こっちが花。こっちが一番安いやつ。こっちが高いやつ。一番高いやつです。嘘です。あの、吟醸とか大吟醸とかは、も、ありますけど、もっと高いやつありますけど、少なくとも、なんていうかな。花、月、雪なんですよ。この間に、あの、月っていうのがあって、その、次にランクが高いのが雪なんです。だからまあ、二段階高いやつっていう、話です。マジでさあ、新潟県にさあ、ね、こういう酒をね、美味しく飲める友達がいればいいんですけど、僕自身、まあ、友達が全くね、残念ながら、悲しいことに、一人もいないというね、これ嘘じゃないですね。いや、いたんですけど、もう今、もう全く連絡取ってない。もうね、何年取ってないかな。6年ぐらい取ってないんですよ。連絡。ね。もうなかったことになって。高校生の時に、あの、高校3年まで、まあ、一応、仲良くした人もいるけども、もう結局、高校出てからもう、連絡取ってないわけですから。今ね、俺26歳ですからね。8年ぐらい連絡を取ってない計算になるんですけど。あまりここら辺は。ね。でもやっぱり友達とか、まあ、ね、酒飲める友達欲しいですけど、少なくともまあ、飲みに行ったりとかっていうのはなかなかできない。なぜなら、ここは田舎だからです。俺が住んでるとこは田舎だからです。うん。田舎ということは、車を使わなければいけない。飲みに行くのにね。そういうことです。飲めないんですよ。代行を頼まない限り。代行自体高いでしょ？ね。そんな金払うかっつ話です。バカバカしいと。じゃあ乾杯。うん。これは結構衝撃ですね。もうはっきり言うと、締め張りというの雪は、香りが強くなっている、シメハリツルの花ですね。ただね、香りが強くなれば強くなるほど、やっぱり若干の、なんか、こう、えぐみっていうか、臭みっていうか、ちょっとこう、この、えぐい感じ。
でやっぱ出てきちゃうんですよね。うん。でもやっぱこっちにはないですね。えぐみ、臭み。ない。雪はやっぱり若干、難しいな。これ難しいな。うん。でもまあ、コクがないのがこっちなんですよ。花。コクがない。香りがない。だけども、香りがないっていうほどなくもないんですよ。こっちがスッキリしてる。こっちが、ほわほわーんと、スッキリの逆バージョン。コクがあるみたいな感じなんですけど、こっちはね、こっちは口に入れた瞬間からもう、もうパラダイスになるんですよ。口の中が。あの、香りで、パラダイスになるんです。ただ、こっちはね、日本酒のその、米の味を生かしつつパラダイスになり、若干の抑え気味のパラダイスになり、そのまま、スーッと消えていく。結構幼い、抑え気味のやつなんですけど、むしろぶっちゃけた話、こっちの方が逆にうまかったりする。うん。うん。やっぱりこっち若干えぐいですね。味が。やっぱり。コクがちょっと出すぎてる感じがする。香りが出すぎてる。なんか、無駄になんか、こう、パラダイスになって、ちょっとはっちゃけすぎて、ちょっと機材ぶち壊したみたいな感じになってますね。うん。カラオケの機材ぶち壊したみたいな感じになってますね、こっちは。こっちはやっぱりおとなしい。だけど、おとなしいって言っても、あの、他の日本酒とは明らかに違った香りが、もう口の中に広がってるんですよね。これはちょっと、なかなか面白いと。日本酒度がプラス4ですよね。日本酒度がプラス4。ちなみにこのホワイトボード100均です。100均で買いました。プラス4と。うん。コクが、二つ星。甘み。甘みか。甘み、うん、甘みは、あるけども、まあでも少なくともプラス4ですからね、日本酒度。香りが、香りか。あるといえばある。でもまあ四つ星かな。いや、これはもう四つ星で、もうおすすめの五つ星でしょ。ね。ちょっと待って、ちょっと待ってね。甘みが三つ星。これはうまいですよ。もう飲んだことない人。ちょっと、結構損してますよ。さすがに。香りが良くし。さすがにこれは、
損してるとしか言えないレベルですね。ね、ちょっとこのホワイトボードにね、書く件について、なんか、ね、いろいろあると思うんで、あったらちょっとコメントでなんかいろいろこうした方がいいよとか、あったらね、ぜひ。ね。あったら、まあ、まあ、ほぼコメントしてくれる人が一人二人ぐらいしかいない。いない現状。いない現状。なんですが、だがしかし、ここで感謝を述べたい。ね、チャンネル登録数がなんと70超えました。はい。うん。なんという。もう、俺の、結局、4つ目のコミュニティ人数が70人を超えたということです。すごい。ね、ありがとうございます。はい。ちょっと見にくいかもしれませんが、はい。今回の、総評についてはこちらです。国が2つ星。うん。国はまあ、ない。方面です。日本酒度がプラス4。うん。これはまあ、マリカシ辛口なんだけど、俺の中だともうプラス4ぐらいだともう甘さを感じるレベルなんで普通に余裕です。甘みが、まあ三つ星と。うん。甘みはなくはないんだけど、まあ、そこまでないかなと。いうことで三つ星。香りが四つ星。うん。香りは非常にあります。これはおすすめ度、五つ星。うん。ここが違う、いわゆるほら、ね。星の数が多ければ多いほど、おすすめ度が多いっていうわけではないです。っていう最初に、まあ言った通りですね。コクがなければないだけ、逆にキレがある。甘みがないだけ、辛さがある。辛みがある。香りがないだけ、ドライであると。いう酒のその逆算的ね、あればあるだけいいっていうわけでもないと。うん。そこがやっぱりおすすめ度を五つ星にした要因かなと思います。これはね、まあ、ん？ちょっと待って、また総評に入るの早かった。やばい。まだ熱燗を飲んでなかった。すっかり忘れてた。もう何を言ってる？うん。ね、はっきり言うと、雪の方が、あまり美味しくないです。これマジです。なんでだろう。高ければ結局そういうことですよ。いいですか？俺の中の酒の三大理論。一つ。高ければうまい。というのは違うと。二つ。いや、ごめん。二つ、三つもなかった。一つしかない。さっき言ったわ。まあ、いいや。二つ。コクがあればあるほどいいということでもない。三つ。甘みがあればあるほどいいということでもない。四つ。香りがあればあるほどいいということでもない。そして最後5つ。安ければ、安ければいいということでもない。これです。決まった。決まったな、久々に。
久々に決まってしまった。これです。はっきり言おう。もう自分の下だけを信じろ。ということです。それ以外を信じるな。他人の評価を信じるな。当然この俺の評価もです。俺の評価も信じるな。他人の評価を信じるな。自分の味だけ、自分の舌を信じろ。これです。自分がうまいと思えば、すっげえ甘くなったな。すっげえ甘くなったな。熱燗にしたら。雪に近くなったね。うん。あ、でもやっぱり、冷やだな、これはな。これはやっぱ冷やで飲むべきだな。うん。まあ、ということでね。まあ、すべては、プレミアとかに騙されるなと。値段に騙されるな。味とか、コクとか甘みがあればあるほどいいというわけでもない。当然そうですよ。ね、何度も言いますけど、コクが五つ星だったら、逆に、キレが五つ星なんですからね。ちょっといいこと言ったでしょ。うっ。甘みが五つ星だったら、逆に、辛みが五つ星なんだと。ね。香りが五つ星だったら、無臭なんだと。無臭が五つ星なんだと。いうことですよ。ね。ということで、ぜひ。まあ、これはもう締め張りつる、もうぜひ飲んでもらいたい。これは確実です。それではご視聴ありがとうございました。